はい、どうも上田誠でございます。本日はホーム柏レイソル戦、まあルヴァンカップファイナルの前哨戦というべき試合、1対3で敗れてしまいました。そして3連敗です。ちょっときついね、この大事なタイミングでの3連敗、しかも前哨戦の相手に敗れる、きついわけですが、まあすげえポジティブに言うのであれば、本番では全然違うメンツで、今日手の内を見せなかったということで、ポジティブに考えればそうなんですが、まずね、今日の若いメンバーが若かった、若さが出たって感じかな。ミスから点やっちゃいけないし、もっと言ったらスローインのミスからの失点っていうのが目立ったりちょっとするじゃない。もったいないよね。こう誰かのことを悪く言いたいとかじゃなくて、そういうのちょっともったいないなと思っちゃったりしました。そして何がきつかったかっていうと、まあ、オルンガってみんな言ってたけど、ブリチャーノにやられたと。彼は怪我してたりとかしたから、あんまり点数とか取ってなかったわけだけれども、結局ディエゴが柏で出れなかったのっていうのは、ブリチャーノの方が良かったっていう判断をされてたわけで、やっぱり絶対に素晴らしい選手でいい選手なの分かってるわけじゃない。でそいつに2点取られた、まあノリよね。でやっぱフォワードなんて言ったら、あのチームから点取ったことあるななんてなるから、決勝でも、いいイメージで奴が来ちゃうと思うと怖いし、ちょっともったいなかったなと。今日だからあんまり楽しい話はあんまりないのかもしれないけども、あとやっぱりこうやって負けが込んでくると、いろんなものが目に見えてくるわけですよ。じゃあこの間もひどい試合して1対0で負けたと。だけれども前半はいいプレーしてて、決めれるシーンはいくつでもあって、もしあそこで決めたら試合に変わってた。まあ、最後一人減ったりとかトントンってやられても最悪な展開だったけれども、実は試合内容で言ったら今日の方が全然良くなかったなとも思うしね、ちょっともったいないです。そしてこれタラレバでね、後出しじゃんけんですよ。先に言っておきますね。この過密日程でやっぱりキッツキツの中試合をやっているのであれば、対戦相手ね、まあ今日柏とやる、そして次川崎とやるって考えたら、まあ今日このメンツで行って勝ち点3拾えればラッキーだな。そしてベストで川崎に叩いてルヴァンにつなげるような、ね、同じメンツでなんて思ってこういう風にやったのかもしれないけれども、まあ海外の、ね、南米とかヨーロッパのクラブだったりとかすると、確実に勝ちやすい方にいいメンツを集めて勝ち点3計算しといて、もう強いチームにはちょっとメンバーを落とすなんてやり方もあったりするわけじゃない。そういうような戦い方もあって、まあ日本だとこうなんだ、自分が捨ててんのかよとかいう議論になっちゃうかもしれないけど、まあそういうのも一つあったよねなんていうのは思ってます。あとやっぱこう連敗とかになってくると、目についてくるのがセルフジャッジ、もう自分ではファールだろうって言って試合を止めてしまうことが意外と多く見えてきたりだとか、あとやっぱりこれで画面を通じて見てる人たちならすごく感じてると思うんだけど、東京今レフリーに食ってかかるシーン多すぎだよね。一回まずそういうのから、納得いかなくてもちょっとリスペクトしてみて、ちょっと心を整えてもう一回やり直すっていうのも、この連敗中だからこそあるのではないかと感じております。そして次は川崎。いやもうね、前回ルヴァンで勝ったというのもあるし、向こうもまあやられっぱなしはいられないだろうから、でそんなことの前に普通に強いから、そんな簡単な試合じゃないとは思うけれども、ここでねやっぱり1週間空くんで、ちゃんとルヴァンのファイナルで戦える、もうベストオブベストのメンバーで行ってやってほしいよね。まあ、そんな感じかな。当然 MVP はありません。でもね、本当にこの間の試合といい、今日といい、その前の前の横浜 FC 戦もそうかもしれないけど、怒ったりとかしてる間にどんどん試合来るから、もう切り替えて川崎戦、そしてルヴァン、そっからまたリーグ戦、そして ACL と切らさずにね、頑張っていきましょう。